マイキーに続き久野も上位に食い込んできた、はい、さあそしてゼッケン37番渡辺康太、さあロングでだいぶ失速したところから、失速するとね V 字で動くからなる、ね、はい、取れないんですよね、ちょっと長かったね今ずっと、さあ第3ゾーンの運び、この辺りもだいぶ外した、はい、中に抜けた、はい、そして第4の振り出し、ここの合わせも入ってない、ね、も入ってない、届いてない、はい、ちょっと抜けた、すべてちょっと引かれてったところ、渡辺得点がちょっと伸びきらなかった。今とにかくやはり玉川が216点、あ同じなんだ、216点でマイキー、そして3番手に久野が211点で3番手、4番手に204点で堀内、そして201点で大竹、6番手から190点台196点でロハブカーン、河合健太郎、こういったところが並んでおります。確かに玉川の走り非常にスープラいい走りを